まあ乾サンタあれだからまだ若いから、まあよくおじさんとか言われるけど、まだ青年だからね。やっぱりひげも色づいてるよね。脈拍上がってるよ。クソガキどもに煽られてイライラして脈拍上がってるね、ちょっとね。まずみんな本当に舐めない方がいい。みんな本当にね、パンツは舐めない方がいいよ。その変な BGM やめ。いいよ、 BGM なくていい BGM。泡展望のサンタクロースクリスマスの日に、いや今なんか影が聞こえてないかい、みんな影が動いてないかい。外だ。出られるんだ。サタさんもう脱出しようかなって思うよ。これ外じゃないね。これサンタさん、外じゃない。サンタさん、これ外の気分だけ味わう。ぬか喜びだよこれ。サンタさん落ち着く。ここ狭いとこ行ったらね、入ってこれないらしいから。これだって押してくるから絶対。これないんだね、もうびっくりして。チキン野郎がこの、うわー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 。なんて言うんだろう、お酒に酔った感覚ってあるじゃない、自分の体じゃないみたいな感覚。今ね、頭がその感覚になった。びっくりしちゃった、サンタさん。本当にこんな感覚初めてで、びっくりしちゃった。なんか、いや、ちょっと、今ね、サンタさん、今、必死に画面に向かってね、中指突き立ててるんだよね、今、サンタさん、中指突き立ててます。これがクリスマスプレゼントだよ。ファーク。サンタさん、こう見えても若い頃は結構足早かったからね、やっぱ結構不法侵入とか。かかってこい雑魚が。やばい、なんか耳の聞こえ方がおかしい。耳に脳みそが詰まり始めた。ビビりすぎてもう耳に脳みそが溶けて耳に入り出してる。そろそろ耳から漏れ出すね、サンタさん。これもう本当にね、やばい。サンタさん、今本当にもう今すぐこのゲームをやめてリーグオブレジェンドしたい。でも鍵開けちゃおう、賢いから。サンタさんは感度高いからね、サンタさんのね、震えがダイレクトに伝わるね。バカ野郎、なぜスライディングするんだ。なんで歓声が乗るんだ。エイペックスでもやったろ。その場でしゃがめ。なんでスライディングする。何回だ。見えなすぎません。ちょっと待って、これ設定おかしい。特に明るくする設定があると思う。これメイドみたいな、輝度みたいな項目があると思う。これライトネスみたいなさ、そうシャドウネスみたいな項目が絶対にどこかにあると思うんだよね。でもこれ、でもね、どこ探してもないんだよね。マジでアクションゲーム得意だから、拙者。ほんとマジでアクションゲームだけは上手いって言われてるからね、拙者。
アクションゲームとホラーゲームをやらない言い訳だけはうまいって言われたのに、ホラーゲームやり始めてるからね。終わってるよね。終わりじゃん。終わっ、任せろ、かかってこい。なんでこいや、ザコがよ、これでどんないなもんじゃい。おらおら、これよな。もう怖くなくなってきた。このゲームが絶対拙者の中でホラーゲームからアクションゲームに切り替わった今この瞬間。実は走るの爽快感あります。相当このゲーム相当実は爽快感があります。よしよし、ごめんごめんごめん。怖いから生きた、認めます。怖い、来たんじゃない、来たんじゃない、行くよ。チューク見とけみんな。これね、なんと押してからゴール。はい、完璧です。あいつ引っかかってます多分ね。え、なんで近い、こんなに音が。じゃあなんで近い近いしまってないのかよ、なんでだよ。61ふざけんなよ、ビビってないんだが、ビビってないんだが、何も怖くなかったんだけど。本当もう心臓が痛い、ずっとずっと痛い。ちょっと一回ビビビビして、ちょっと無理だ。いやもう今日さ、始める前にさ、もしなんかそう、この企画を立てる前にちょっと調べて、いろいろ調べてさ、なんかこのだからどうやってやったらこの心拍数とかを PC に表示できるんだろうとか、実際にやった人はいるのかなとか調べたんだよね。でそれ調べたんでござるが、調べた結果ね、なんかちょっとやばくて、実はホラーゲームやっても心拍数ってあんま上がんないっていう、結構いろんなね見たんだけど、サイトホラーゲームで試してみますみたいな人が結構いて、でホラーゲームで試してみたところ、実際心拍数はそんなに変わりませんでした、脳にかかるストレス値の方が高いですみたいな結論が出てたの。だからもう拙者これ企画倒れするんだろうなと思って。上がるじゃん心拍数、行ってみるわ。ちょっとこれあそこまで一旦これ抜けてあそこまで走ります。行きます。イダテンの犬、距離感がつかめねえんだろ、その目のつき方じゃ。距離感がよ、これちょっと無理がない、この距離は、この距離。バカが、そっちには誰もいないぞ、チキン。ん、散歩歩いたから獲物のことを忘れちまったんだろうな。あの、すいません、置いてくっかれるのが。オッケー、嘘だよな、いるね、これチキンが、チキンの、チキン用のチキンが来るから逃げてよねの、や、はい、なんこれ、ピーポー、おい結局なんか、うわほんとにビビリ落つって言ってんのと大して変わんないよそれ、ビビってねえし、ビビってねえし、マジで拙者鳥が好きだからアップで映って嬉しくてテンション上がっただけだし、マジで怖くなかった。バカじゃない、どうも、初めまして。ちょっと待って、ちょっともう無理、画面が見えない、よく潤んで目が、ちょっと待って、ちょっと涙拭かせて。